ゼロエミッションリーダーとして自然と共存できる車社会の実現を目指す日産。世界をリードするスマートな環境未来都市を目指す横浜市。日産と横浜市はこれまでも横浜モビリティプロジェクトゼロや環境未来都市の取り組みを共同で進め、超小型モビリティを活用したさまざまな取り組みを行ってきました。第1弾として2011年に山手元町エリア限定で国内初となる実証実験をスタートし、2012年には横浜都心エリアまで規模を拡大した EV4EveryOne 横浜も実施。そして2013年10月11日からは国土交通省、日立製作所、日産レンタカーといった自治体、企業との連携を拡大し、超小型モビリティ、日産ニューモビリティコンセプトを活用した大規模カーシェアリングを日本で初めて開始しました。その名もちょいモビ横浜。これからのお時間は皆様の暮らしや街を変えるこの画期的な取り組みをご紹介しましょう。ちょいモビは国土交通省が推進する超小型モビリティ認定制度を活用した取り組みです。好きな時に好きな場所で車を借りて、乗った後は借りた場所に戻らなくても好きな場所で返せる、そんな全く新しいワンウェイ型のカーシェアリングシステムなんです。貸し出し、返却は横浜市内にある約60カ所のステーションで行います。ここ日産グローバル本社ギャラリーもステーションの一つになっています。また昨年10月の運営開始から会員登録6500人以上となり、すでに多くの方にカーシェアリングをご体感いただいています。ちょいモビを可能にしたのはこちらに展示している日産ニューモビリティコンセプト。走行中に CO2 を含めた排出ガスを全く出さない 100% 電気自動車日産ニューモビリティコンセプトは、1回の充電で約 100km の走行が可能。前後2人乗りのコンパクトなボディ、駐車スペースを効率よく使用でき、市街地での買い物やお子様の送り迎え、観光などにも最適です。小回りがよく視界も開放的なので、狭い道でも安心して走れますし、ご覧のようにサイドがオープンなので流れる風、季節の香りを楽しみながらドライブできます。ちょいモビはこの超小型モビリティ日産ニューモビリティコンセプトを期間中に70台導入し、昨年10月11日から1年間の期間限定で行います。ちょいモビは3つのビジョンを掲げプロジェクトを実施しています。1つ目が自家用車、公共交通機関、カーシェアリングを一体化した新しいモビリティシステムを構築することで低炭素社会を実現し、日常生活において移動の質を向上すること。2つ目が日産ニューモビリティコンセプトを街づくりに組み込むことで観光エリア、コミュニティを活性化すること。そして3つ目が子育て世代や高齢者が手軽に日産ニューモビリティコンセプトを利用できる環境を整備することで生活の質を向上することです。ちょいモビはこの3つのビジョンに基づき、新しいモビリティプラットフォームによって生まれるこれからの日本の社会が向かうべき一つの方向性を示したいと考えています。いかがですか？新しい交通手段として便利なことはもちろん、人と街との付き合い方まで変えていくちょいモビ。横浜と人をつなぐ EV カーシェアリングはいつか日本中に広がる新しいモビリティプラットフォームへ。ちょいモビ、まずは横浜から始まります。さて皆様、ちょい
ックアフター奥のコーナーではちょいもみ専用の受付コーナーを設けております。またそちらのコーナーとインフォメーションカウンターではちょいもみについて詳しく書かれているパンフレットもご用意していますので、皆様ぜひお持ち帰りください。さてただいまの期間、リッサングローバル本社ギャラリーではご家族ご友人皆様でお楽しみいただけるゴールデンウィークファミリーイベントが開催中です。イベントの一つといたしまして、この後12時からは片平川沿いに展示している赤いレーシングカーザナビニスモ GTR のコックピットライドを開催いたします。小学生以下のお子様を対象に30名様限定で行いますので、皆様ぜひご参加ください。また写真撮影も行います。写真は皆様にプレゼントいたしますので、ぜひこの機会にご参加ください。コックピットライドはこの後12時から開催いたします。ぜひ皆様ご参加ください。本日のご来場誠にありがとうございます。この後も引き続き当ギャラリーにおきましてごゆっくりとお過ごしください。